皆さん、こんにちは。てクニカルなしとの森りぐでございます。日本株族、本日もよろしくお願いいたします。えー、今日は4月の19日の火曜日で相談はこちら。 128円突破、円安進行で株は上がったということで話をさせてください。まあもちろんメリットになる株、そしてデメリットになる株もあり、上がった株もあれば下がった株もあるので、個別株や指数等でいろいろ確認をしていただきたいんですが、それぞれ重要な節目を超えたり割ったりいろいろありますので、それぞれで確認をしていただければというふうに思っております。ということでこのチャンネルではこういった形で終わったばかりの日本株の振り返りを夕方5時までに毎営業日は取ります。明日もやりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では早速今日の振り返りからやっていきましょう。はい、三指数の 動きですが、日経金、トピックスが上昇、マザーズが下落となっております。日経金に関しましては0.69%なんですけども、午前中に一回マイナスに転じる場面もありました。ただ5番取り戻しまして、なんとか2万7000円を復帰もう、うあーみたいな、最後2万7000円終わってしまった2万7000円の壁って結構熱そうだなということを感じます。トピックスに関しましても、ちょうど一目均衡表の雲の上あたりなんですね、後ほどご覧いただければと思います。一方、マザーズですが、下落して下落しっぱなしで終わってしまったということで、やはりこちらには円安メリットがあんまりないよねっていうところで、下がったら下がりっぱなしみたいな感じ になっってております日経値下がり柄数が値上がりりますす日経値値値下下がりの方がががが銘銘柄柄数数上上を回の多いってことこですね東京エレクトロンアドバンテスト新越化学工業という半導体関連が非常に強い昨日アメリカではソックス指数が大きく上昇していましたのでその影響を大きく受けたということになっておりますこちら東証プライムの売買代金ランキングですけどもレーザーテックが個別銘柄では1位ということになってますしかも5.28%の上昇ということでやはりこちらでも半導体の強さというのがわかるんではないかなというふうには思います2位が個別柄で見ると日 本ですね、トップがサークレース、直近 IPO ですね。で、2位が気になりましてメルカリ、まあ。ほぼ同じぐらいの売買代金ができていて、それでいて3.53%。チャート上はちょっとまずいんじゃないっていう、そういう状態になってしまったので、ここは一緒にチェックをさせていただければと思っております。マザーズシースのキヨのランキング見ていきたいと思います。値上がり値下がりは結構拮抗しておりますが、トップがオキサイドに入ってるんですね。オキサイド8.51%の上昇なんですけども、この上昇は上昇でまたなんか、 うんという感じですのでえ、のちょほどご覧いただきたいなと思ってますし値下がりはメルカリがやっぱりトップですよねえ、こうなってしまうのでメルカリのチャート合わせてご覧いただければと思っておりますでは個別銘柄見ていきましょうはいまずはレザーテックですね5.28%非常に今日大きく上昇しました他の半導体銘柄に比較しても 3%2% ぐらいの銘柄が多い中でレザーテッククラスが5.28%の上昇って結構インパクトがあるなという風うに感じておりますでチャート見ていただきたいんですがチャートはここもう本当に細かいここの動きに注目をしていただきたいんですが安 安値高値、安値割れずに高値超えるという、これね、ちょっとした、まあ、上昇トレンドの動きであり、かつダブルボトムっぽい動きなんですよね。まあ本当にちっちゃいですけどね。そして25、日線を超えてくれてればよりいいなと思うんですが、25、日線には残念ながら若干届かなかった。 今日の終わりにはですね、19,355円なんですけども、えー、25日移動平均線は377円ですからね、22円ほど届かなかったということで、それは残念ではあるんですけども、ただ、えー、この動きはダブルボトムっぽいということですし、3月14日の安値を終わらずに再びまた上昇するかしないかというところまで来たので、えー、これはすごくいい印象なんじゃないかなと思います。売買代金を伴って要線を連続させ、5%以上上がって売買代金も伴ってこのように上昇してくるというのはね、心強いなというふうには思っております。ただアメリカ の半導体ソックス指数ななんんかかまままままだまだねチャート上はあまりいいいいいととも言えませんから、えー、冷静にに見ていきたいなという,ふうに思います続いて、日本優勢見ていきましょう。3.44%。こちらも大きく上昇していますよね。売買代金でも個別で見ると2位というところで、売買代金も非常に多いということでございます。ただ、気になっているのがですね、信用倍率なんですね。6.97倍と最近になってこうグーグーグっグと上がってきた。信用改ざんもね、すごく増えてきちゃったんですね。時給的には重たくなっている状態で上がってきたというところですから、改ざんがどのように推移しているかはしっかりと確 確認していいいいきたとところかなううふうに思いますで今日の夕方ですね、今日は4月19日の火曜日ですけども、先週分で出てきますので、えそちらで改ざんがどのように推移しているかはぜひご確認いただければと思いますで。チャート見ていただくと、まあ、これ以上どれかな、上がるかな、みたいな感じではずっと見てるんですけども、えチャートとしては1回、2回のダブルトップをつけた、そしてネックラインとしては1万1000円から、ここの安 n が1万1560円といった感じでございますで。今日は一時1万円をつけたけども、1万円割れて終わってしまったということで、節目として意識されるのは おそらく1万円という金額。で、これが75日線とちょうど当たってますので、一つの抵抗の目安にはなるだろうということです。そして今25日線がですね、1万428円。で、こちらが1万560円。この安値ですね。えー、なのでまあ、ね、ネックラインともまあ比較的近いので、まあ、その辺の値っていうのは意識されるだろうなと。で、そこに来たときにどういうふうに値するのか、それが今日の夕方発表される信用倍率によっても少しね、動き方が変わってくるかなと思いますので、まあ、その辺のバランスと、売買代金と見ながら、いろいろ見ていきたいと思っております。 続いて、ファーストリーテイリング見ていきましょう。今日は1.72%の下落になっております。まあ、円安が進行して、そんなに円安メリットが大きいというわけではない銘柄の一つなのかなというふうに思いますよね。先日、決算発表をしましてで、決算発表後大きく上昇をしたんですが、その後2日間で連続で下落してしまったということになっております。で、今日の終わり値が62,900円。で、75 0円が62,753円ですから、この上では終わっている。下髭げ残して上では終わっているというところではありますが、2日間続落。 とととといいいううころがなななんだかちょっと怖いなというふうな印象です1回、2回のダブルボトムの期待が持てますが、ちょうどそのネックライン上ですから、この辺がサポートとして機能するんであれば、これはね、また期待を持てるということになりますけども、一方、これが円安が警戒されて、下落が続いているようなことであれば、円安が止まらなければ、さらに下落してしまうリスクっていうのもあるのかなと思います。同業で見たら、ニトリなんかはずーっと円安の逆走感みたいな感じで、ずーっと下がってる銘柄なんかもあるんですね。なのでその辺も含めてちょっと円安は警戒すべきポイント ととといいいいううこころを改めててったた銘柄で押さえておいていただければと思います続いてメルカリ見ていきましょう。今日3.53%の下落で、当初グロースの中では、まあ値、ね、下がりとしてインパクトが非常に大きかったということですね。で、こちらチャート見ていただければと思うんですが、まあ、これね、直近安値をもうぐ,ぐぐっと割り込んできてしまったんですね。今日の安値が2620年終わり値で見ると2622円ですね。前回安値っていうのが3月14日の2627円でしたから、ここを割り込んでしまったということなので、 まあ、引き続き下落トレンドが続きそうだってことですよね。東証グロースの中で最も影響力を持っている、東証マザーズ指数の中で最も影響力を持っている、まあ、メルカリがですね、このような形で下がってしまうのは非常に残念だな、非常に怖いなということでございます。後ほど、マザーズ指数のチャート改めて見ていただければと思うんですが、ちょっとやっぱりね、下落を警戒すべきかなというふうに感じました。最後、オキサイド見ていきたいと思います。今日は7.51%上昇していて、で、これが気温度トップだったんですね。でもちょっと違和感を感じまして、なんでかというと、 少ししし前に決算を発表していましてでその時にストップ安売り気配になったと連続最高益見通しも市場予想を下回り失望売りというふうになった銘柄なのにもかかわらずなぜ今日は7.51%上がり東証マザーズ指数の中の基本度1位に入るんだと上位1位に入るんだというところが気になった点でございます一応業績確認しておきましょうかオキサイドの本決算発表がこの間ございましたちなみにオキサイドというのが、えー、単結晶レーザーなど光製品日置企業半導体検査装置みたいな な形で、書いてやっぱり半導体やっぱ業績は悪くはないですよね。やっぱピークアウトの懸念はもちろんありますけども、やはりこのような予想、この23年2月期のこの予想をですね、超えてこんな感じで推移してるんですね。上の23年2月期、これもともと会社四季法さんが予想していたものに対しまして、23年2月期同じ風に比べると、業績は上振れているっていう形ですね。ただ、利益がちょっと足りないのかな。 えという形ですかね。で、24年2月期に関しましては、もうまたね、一応増える予想にはなってますけども、まあ、こんな形で。 ちょっと予想に届かなかったっていうのが決算内容になっています。ただ、ここに来て7.51%の上昇ですから、これは本当にもう受給的なものだと思うんですよね。受給的っていうか、モメンタム的なもの。で、やっぱソックス指数が変われたことによって、このように材料指されて、こぐーっと上がっていく銘柄なんかも出てきちゃってるので、これはもう本当にちょっと冷静に判断しろっていうのが難しいんですけども、こういう銘柄もあるよというところで、ぜひ押さえておいていただければと思います。ただ、チャート的にはね、1回、2回、3回の、これは逆三度ですよね。で、つけて、で、そのね、 ックライン付近からまた上がり始めているということですから、まあ、ここから上がっていくんであればね、もちろん上昇が期待できるような銘柄になるんじゃないかなというふうには思います。ちょっと大きさでね、えー、これまた個別で分析してみても面白いかなとは思いますが、ただ PR がね、54倍ですから、ちょっとこの相場の中では難しいのかなというふうには感じているんですけども、チャートの動きは決して悪くないというところ、ぜひ押さえていていただければと思います。では、指数のテクニカル分析を行っていきましょう。まずは日経金株価、冷やし一目金融公表、下は RSI と表示をしていきます。で こちらですけども、陰線が続いていてですね、ただ今日は上昇してるんですよね。で、2万7000を超えて終わる、この雲の上限が2万7034円でしたから、超えて終わってくれれば、これ一目均衡表の雲を突破するのかなというふうに期待はしていたんですが、残念ながら引けでは2万7000を下回ってしまった。結果あ、雲の上限をね、割り込んで終わっている。雲がやっぱり抵抗として機能している可能性が高いかなというふうには見て取れます。で、下では基準線がサポートになっている感じではあるんですが、転換線がぐーっと下がってきてるんですね。まあ、この辺はあの不安な点ですし、あとはあ あれさえが50を超えることはできていないんですね。なので明日上昇が続けば50を超えそうではありますし、明日上昇すればね、雲も超えてきそうではあるんですがどうでしょうかといった感じです。トピックス見ていきましょう。トピックスもやっぱり雲がちゃんと抑えちゃってるなというそんな印象ですよね。なのでここは注意が必要かなというふうに思いますが、ただまあ、日経平均もそうなんですけども基準線赤い線がぐぐっと上がってきてるんですよね。でこれはちょうど26日前の値がどんどんこう切り上がっていくのでここから基準線自体はえっ、ー、とまた上がるのかなもう少し上がっていくような感じにはなるんです。 のかもしれませんがここの安値を超えなければ上がらないまあ、これ計算上の問題なのでそんなに気にしなくて大丈夫です最後マザーズですねマザーズがまたこう安値をぐっと割ってしまって基準線を明確に終わりにでも終わってしまっているということですからあ今日のメルカリにもありましたけどもやはり下降であると いうふうに判断した方がいいと思います。1回、2回のダブルボトムを完璧にもう否定されているように意識は持っておいた方が僕はいいのかなというふうに感じましたのでえ、こちらはぜひ確認をしておいてください。よろしくお願いします。はい。では今日もお知らせを入れさせてください。1日5分の分析から月13万円を稼ぐエクセル株投資もうだいぶ迫ってきましたね。あと11日でございます。で、この発売日のイベントをずっと告知させていただきましたが、おかげさまで満席になりましたので、こちらの受付は終了にしております。ただ、えこちらでですね、ご登録をいただいた方にちょっとアンケートを取らせてくださいということで、 あの、飲み物の希望ですね。え、こちらなるべくロスのないようにちょっと用意をできればなというふうに思ってますので、ビール飲みたい、お茶飲みたい、カクテル飲みたい、ワイン飲みたいっていうのをね、えー、アンケートと取らせていただければというふうに思っております。またご連絡先も SNS のアカウント名を入力してもらったんですが、検索できない方もいらっしゃいまして、できればメールアドレスご入力いただけると嬉しいかなというふうに思っております。えー、というのも、サインを用意しようというふうに思ってるんですが、当日急に来られなくなったっていう方にはね、ちゃんとご連絡を取って送るような手はずを取れればと思っておりますので、ご協力いただければと思います。よろしくお願いします。はい 説明柄のとことん分析するマガジンやボイシーのお知らせが概要欄に載ってますのでよかったらぜひチェックしてみてくださいよろしくお願いしますということで今日はこんな感じで終わっていきましょう今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンまた明日以降もねテクニカル分析続けていきますまた明日も聞いていただける方はぜひチャンネル登録よろしくお願いしますではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさよなら